はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、過去を振り返ろう企画ということで、ウイニングレブン2020で出ていたんですが、2021には消えてしまったアイコニックを今回は紹介していきたいと思います。前作からですね登場しているアイコニックモメントになりますけども、インテルがですね、前作はライセンスあったんですが、インテルとミランですね、セリアでいうとこちらの2クラブが、ライセンスがなくなった影響でアイコニックもですね一度全削除ということになってしまいました。ミランに関してはですね残っている選手もちらほらいるんですけども、インテルに関しては完全に非搭載という扱いになってしまいましたので、この4選手がですね前作では非搭載になったという形になっています。でもう2選手ですね非搭載になっていまして、それがまずミランのバレージで、あとはもう1人インテルからレコバということで、レコバに関してはですね結果として登場しなかったですね。で能力はですねデータとして入っていたんですが登場せず、まあ今作になってライセンスが消えた影響で全く登場しないという幻の、本当に幻のアイコニックになっていたんですけども、今回はですねまあ過去を振り返ろうということで、こちらの選手たちの能力値振り返っていきたいと思います。いや皆さんかなり使われていましたよね。特にインテルのこの4選手に関しては、まあ、使っている方はかなり多かったなという印象も持っていますので、まあ、過去を振り返っていきましょう。レッツゴー。ということで、まずかなり召喚が良かったセンターフォワードアドリアーノから紹介していきたいと思いますけども、アドリアーノに関してはですね通常のレジェンドも完全に非搭載という扱いになってしまいましたね。まあレジェンドと比較するとオフェンセンスがプラス5だったり、ドリブルがプラス4だったり、スタミナもプラス4ということになっています。特にオフェンセンスがかなり上がっているのはありがたい部分ですね。まあセンターフォワードとしてオフェンセンスかなり低いなという印象も持つんですけど、使用感はかなり良かったセンターフォワードでしたね。まあドリブル能力、スピード、瞬発もかなりありますし、で空中戦の能力もかなり高いですね。で何よりやはりアドラディアーノに関してはキック力の部分ですね、まあ通常から乾燥しているんですけど、アイコニックになっても乾燥ということで、まあスキルのミドル無回転ライジングと合わせてバンバンミドルシュート蹴っていたような記憶もしていますが、アドリアーノに関してはスタミナの低さだったり、あとは後腕の部分でかなりネックだったんですけど、後腕の部分に関してはライブアップで B 固定となったというところでかなり使っていたなという印象も持っていますが、やはりこのスタミナが低いので、まあ、前半から出して後半はスーパーサブに任せるだったり、後半から出してスーパーサブ的扱いで使っていたような記憶もしていますね。やはりこのアドリアーノに関してはめちゃくちゃ使用感が良かったセンターフォワードですので、やはり復刻してほしいなという印象になりましたね。はい、ということで続きましてカンビアッソを見ていきたいと思いますけども、いやカンビアッソもかなり強かったですね。スピード瞬発こんなに低かったかなって思いになったんですけど、まあドリブル能力、パス系、まあパス系がかなり高いですね。で、ディフェンス能力ですね、ディフェンスセンス91、ボール出し96、アグレッシブネス91ということになっていますんで、まあハードプレスの選手の中でもかなり強いかなと思いますし、スキルがですねここにワンタッチパスが追加となったということで、かなり使われる方も増えてきたんじゃないかなと思いますが、まあ個人的にね、最終盤まで使っていたアイコニックですし、まあ、ライブアップで B 固定となった以降はそんなに影響してこなかったんですけど、コーン8というところがかなりありがたかったんですよね。まあ、代表ウィークなどで FP がなかった頃にはですね、このコーン8、これがかなりありがたかったので、カンビアッソに関してはやはりめちゃくちゃ使っているような印象も持っていますね。皆さんどうですか？カンビアッソに関してはめちゃくちゃ見ているわけではなかったんですけど、まあ、ちらほら使っている方もいらっしゃいましたし、いや、個人的にはかなり使用感が良かったハードプレスの選手ですね。ということで続きまして右サイドバックサネティ見ていきたいと思いますけども、サネティも使ってましたね。まあこのサネティに関してはディフェンス能力がかなり高いところ、プラススピード瞬発も90台まで乗せていますし、でまあ逆足34だったりコーンワン7の部分、まあコーンワン7ありがたいですね。でスキルに低弾道ロブ、マリシア、アリシューラコントロールが追加となっているんですけども、攻撃的サイドバックということで両サイドバックいけるというところがかなりありがたかったです。まあ、ライブアップで B 固定となる環境以前にはこの両サイドバックいけたというところもありました。でまあ必ず、まあ、ガチスカの、サブには入れていたような印象も持っていますね。まあ、センターバックで使うことはそんなになかったんですけど、サイドバックでやはり使っていたような記憶もしていますね。まあ前作に関してはサイドバック固定ではなかったので、4センターバックを使われる方もいましたけど、個人的には3センターバック1サイドバックで使っていましたんで、このサネッティがめちゃくちゃ来たような記憶もしていますね。
ということで続きましてクリスティアン・キブ見ていきたいと思いますけども、キブに関してはですねパス系だったり、あとはスピード瞬発もしっかりありますし、空中戦の能力し、フィジカルコンタクトだったりジャンプに関しても90台前に乗せていますね。でディフェンス能力95、93、97ということで、まあ、前作に関してはディフェンス能力すべて完走するような選手はなかなかいなかったので、このクリスティアン・キブがガチスカに入っているような記憶もしていますけど、まあ、センターバックだけではなく左サイドバックもいけるというところで、個人的には左のサイドバックで使っていました。アイコニックになるとスタミナがですね90台まで乗せるということになりますので、前作に関してはこのクリスティアン・キブは左サイドバックで使っていましたね。でスキル面に見た時にピンポイントクロスだったりも持っていますので、まあ、サイドバックでの起用が安定なのかなと思いつつ、個人的にはサイドバック起用していました。まあこのキブに関してもやはり復刻と出てほしいところですし、やはりインテルに関してはアドリアのカンビアソ、サネッティ、キブ、この4選手に関してはやはりこの復刻で出してほしいなという気持ちになってきますよね。ということで続きまして幻の幻のアイコニックレコバ見ていきたいと思いますけども、レコバに関してはですね、まあ登場しなかったので使用感のところは分かりませんが、通常のレジェンドっていうと、まあなんて言うんでしょう、ディバラに似たような、レコバはまあ得点能力、決定力がプラス5ということになっていますので、やはりアイコニックで出して欲しかったなというところもありますけど、ドリブル能力だったりスピード瞬発に関してはある程度ありますし、キック力に関しては92ですね。で逆足23でコンは5なんですけど、まあライブアップで B 固定となるのであればレコバ使っていけるんかだと思います。でワンシューだったりワンパスルーパスも持っていますので、やはり個人的には出して欲しかったところですし、まあサイドになりますけど、この通常のレジェンドを使っていた時にはかなりディバラに似たような使用感になっていましたので、このアイコニック、まあ決定力が爆上がりとなっているアイコニックに関してはかなり使用感が良くなっていたんじゃないかなと思いますので、やはり出して欲しかったなというところですね。はい、ということでラストミランのバレージ見ていきたいと思いますけども、バレージに関してはですね、まあ、個人的に使っていましたね。特に4センターバックができましたんで、まあ、3センターバック1サイドバックとかにした場合はバレージを置いていたんですけど、バレージに関しては身長176センチしかありませんので、サイドのセンターバックで使っていたなという印象も持っていますね。まあ、サイドバックできませんのでね、センターバックにして使っていたような記憶もしていますけど、バレージは なぜサイドバックの位置でセンターバックで置くかというと、スピード瞬発がかなり速いんですよね。85、87ということで、今まで見てきているセンターバックの中でもかなり速い方かなと思いますし、やはりディフェンス能力、ディフェンスエースボール出しは完走というのはかなり大きな部分ですね。ですので使いたいんですが、身長が176センチしかありませんので、真ん中のセンターバックだといや少し難しいかなと思っていましたんで、やはりサイドのセンターバックで使っていました。でスキルはワンパだったりピンポイントクロスだったり持っていますね。低弾道ロブ、ロングスローが今回追加となっています。まあこのバレージに関してもかなり強いセンターバックだったなという印象も持っていますので、やはり復刻でね、出してほしい選手の一人なんですけども、まあとにかくインテルとミランに関してはライセンスを早く取り戻してほしいなというところですかね。特にこの2クラブに関しては長友選手のアイコニックだったり本田選手のアイコニックも出してほしいなというところもありますので、やはりセリアのアイコニックに関してはやはり日本人選手の登場というところにもかなり期待がかかるのかなと思いますね。はい、ということで本日はですね、前作で出ている幻のアイコニック紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあこの中で言ってもインテルのこの4選手に関してはまあガチ地下で使っていた方も多いんじゃないかなと思いますし、アドリアーノはやはり今作で使ってみたかった選手の一人ですね。ですのでこのインテルミランのアイコニック復刻に期待しています。ということで本日はこれに終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では